フィッツ・ジョン・ポーター、フィッツ・ジョン・ポーター、1822年8月31日から1901年5月21日はアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は北軍の将軍だった。第二次ブルランの戦いでの行動とそれに続く軍法会議で最もよく知られている。ポーターは南北戦争の初期段階ではよく働いていたが、 その軍歴は政治的な競争相手に訴えられた、議論の多い裁判によって破滅させられた。その後ほぼ25年間も貶められた評判の回復に熱心に働きかけを続け、最後は軍人として復帰された。ポーターはニューハンプシャー州ポーツマスで生まれた。その家系はアメリカ海軍への従軍で著名であり、ウィリアム・リー・ポーター。 デイビッド・ディックソン・ポーター及びデビッド・フラバットは、いとこだった。それでもポーターは、アメリカ陸軍での経歴を求めた。1845年に、陸軍士官学校を41人の、同期士官候補生のうち8番目の成績で卒業し、第4はアメリカ砲兵連隊の名誉少尉に、任官された。ポーターは1846年6月18日に、少尉、 1847年5月29日に、中尉に昇進した。米北戦争に従軍し、森のデルレーの戦いで示した勇敢さで1847年9月8日に、大尉に名誉昇進した。9月13日のチャプルテペクの戦いで負傷したが、そのことで詳細の名誉昇進を果たした。メキシコとの戦争が終わると、ウェストポイント、陸軍士官学校に戻り、 1849年から1853年まで、騎兵と方兵の教官になり、その後1855年まで士官学校校長の助手になった。1856年には、西部方面軍で総務局長補として、カンザス州レブンはアストリデに勤務し、その6月に大意に名誉昇進した。1857年から1858年は、後のアメリカ連合国軍大将の、 アルバート・ジョンストン下で使え、そのモルモン教徒に対する遠征に参加した。その後、1860年遅くまで、サウスカロライナ州チャールストン港の防衛を検査して、再編成し、続いて、アメリカ合衆国から脱退したテキサス州で、軍関係者の撤収を手伝った。南北戦争が始まると、ポーターは、 ペンシルベニア方面軍の参謀長と総務局長補となったが、その後すぐの1861年5月14日に第15不評連隊の大佐に昇進し、3日後には巡将に昇進した。8月28日にはジョージ・マクレラン少将のもとに新しく作られたポトマック軍で師団指揮官を任された。まもなくポーターは、 マクレランの信頼される助言者かつ忠実な友人になったが、このまもなく、議論を呼ぶことになる司令官との交友は、ポーターの軍歴にとっては災いをもたらすもとになった。ポーターは、半島方面作戦の開始時点でその手段を引き、ヨークタウンの包囲戦での戦闘に参戦した。マクレランは、暫定軍団を2つ創設し、ポーターは、第五軍団の指揮を割り当てられた。 7日間の戦いの時、特にゲインズミルの戦いで、防御戦における才能を示した。マルバーンヒルの戦いでは、指導的役割も演じた。半島におけるその功績によって1862年7月4日に、志願兵の少将,将に昇進した。ポーター軍団は、北バージニア方面作戦にあったジョン・ポープ少将,将の支援に派遣されたが、この任務では、ポープ個人を批判し、 明け透けに異議を申し立て不平を唱えた。第二次ブルランの戦いの時の1862年8月29日、ポーターは南軍北バージニア軍の左翼、ストーンウォール、ジャクソン少将部隊の側面と後方を攻撃するよう命じられた。ポーター軍団は南軍 JEB スチュアート少将の騎兵者兵隊に遭遇したドーキンズブランチで停止した。8月29日、 ポープから南軍の右手、ポープはストーニー・リッチのジャクソン軍の右手と考えていたへの攻撃を指示する伝言を受けたが、同時に隣接するジョン・カイ・レーノルズ少将の師団との接触を維持するよう指示もあり、解決できない命令の矛盾だった。ポープは明らかに南軍のジェームズ・ロング・ストリート少将の右翼が戦場に到着したことに気づいておらず、 ジャクソン軍の陣地を包み込むという提案は、ロングストリートの大きな部隊と衝突する殺行為になるところだった。ポーターは、ロングストリート軍がすぐ前にいるという情報を得たので、攻撃をしないという選択をした。8月30日、ポープは、再度側面攻撃を命令し、ポーターは、その命令に従うことを躊躇した。ポーターの第5軍団が、 ジャクソン軍の右手に向かって攻撃すれば、それは事態、さらには北軍全軍の側面をロングストリートの待機している部隊にさらすことだった。約三万名の南軍がポーターの五千名かそこらの部隊に襲いかかり、ポープの残り部隊の中に追い込み、ポーターがポープの命令から起こるであろうと最も恐れていたまさにそのことを行ってきた。ポープはこの敗北にし、 ポーターを命令不服従で避難し、9月5日に指揮官職から解任した。ポーターは間もなくマクレランによって軍団指揮官に戻され、これをメリーランド方面作戦を通じて引き、アンティータムの戦いの時は予備隊の位置で従軍した。ポーターがマクレランに覚えておいてください。将軍、私は、 共和国最後の軍隊の最後の予備隊を指揮しますと言ったのは有名である。マクレランはこの意味が深い助言を入れ、その部隊を攻撃的に使っておれば勝ったであろう。戦闘でその予備隊を投入できなかった。1862年11月25日、ポーターは逮捕され、第二次ブルランの戦いの時の行動で軍法会議にかけられた。この時までにマクレランは エイブラハム・リンカーン大統領に解任されており、その部下に対する政治的な配慮ができなかった。実際に面目を潰されたマクレランとの交友と、ポープを明けすけに批判したことは、軍法会議における有罪宣告の重要な理由になった。軍法会議の主幹たちはマクレランを嫌悪していた、アメリカ合衆国陸軍長官、エドウィン・スタントンに指名されており、 その大半は、その氷結を下した後に昇進した。ポーターは1863年1月10日に、命令不服従と違法行為の過度で有罪とされ、1863年1月21日に、陸軍から免職された。南北戦争が終わると、ポーターは、エジプト軍指揮官の提案を受けたが辞退し、その人生の残り大半を使って、この不公平と戦い続けた。 1878年、ジョン・マカリスター・スコフィールド将軍の特別委員会が、ポーターが、ロングストリート軍攻撃を躊躇したことでおそらくは、ポープのバージニア軍をさらに大きな敗北から救ったと、し、ポーターの潔白を証明した。8年後、チェスター・エイ・アーサー大統領が、ポーターに対する判決を破棄し、アメリカ合衆国議会の特別法で、1861年5月14日に、 遡り、アメリカ陸軍不評大佐として、ポーの任務を復活させた。ただし、その間の給与はないものとした。二日後の1886年8月7日、お名をすすいだポーターは、自らの要請で陸軍を除隊した。ポーターは、その後、工業、建設業及び商業に関わった。ニューヨーク市の公共事業理事、警察署長及び消防署長を務めた。 ニュージャージー州、モリスタウンで死に、ブルックリンのグリーンウッド墓地に埋葬されている。1904年、芸術家ジェームズ・ E ・ケリーがデザインしたポーターの彫像が、ニューハンプシャー州ポーツマスのヘイブン公園で除幕された。第二次世界大戦中、アメリカ海軍のリバティ船 SS フィッツ・ジョン・ポーターは、ポーターにちなんで名付けられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。